西側諸国の制裁、ロ経済に打撃与える可能性認めるプーチン氏。ロシアのプーチン大統領はこのほど、ウクライナとの戦争の資金を枯渇させることを目的とした西側諸国の制裁がロシア経済に打撃を与える可能性があると認めた。プーチン氏は29日のテレビ放送で、ロシア経済に押し付けられた違法な制限が確かに中期的に悪影響を与えるかもしれないと発言した。国営タス通信が伝えた。プーチン氏はこれまで、ロシア経済は依然として回復力があり、インフレやエネルギー価格の高騰を引き起こした制裁は西側諸国を苦しめていると繰り返し主張しており、今回のような自国経済への打撃を認める発言は稀だ。プーチン氏によると、東と南の国々との強固な結びつきのおかげで、ロシア経済は昨年7月以降成長を続けているという。これらの国々は中国と一部のアフリカ諸国を指すと思われる。プーチン氏はまた、内需が経済成長の主な原動力となっていると述べ、その重要性を強調した。ロシア政府の1月の歳入は前年同月比 35% 減、歳出は同 59% 増で1兆7610億ルーブル、約3兆円の財政赤字となった。今年のロシア経済について世界銀行は 3.3% の縮小、経済協力開発機構OECD は 5.6% の縮小を予想している。国際通貨基金 IMF は横ばいを予想しているが、中期的には少なくとも 7% 縮小するとみている。ロシアによるウクライナへの侵攻を受けて、西側諸国は昨年2月以来1万1300を超える制裁を発表し、ロシアの外貨準備高約3000億ドルを凍結した。しかし一方で、プーチン大統領は、我が国は制裁に対して耐性を持ち、必要な対応策を講じることができるとも述べ、今後も国内経済の発展に注力することを強調しました。西側諸国とロシアとの関係は、ウクライナ危機やサイバー攻撃などをめぐって緊張が続いています。今後も双方の対立は続く可能性があるため、今後の経済制裁に関しては、国際社会の動向に注目が集まっています。ウクライナ戦争長期化なら核使用リスク増す、停戦戦略はあるのか。現在、ウクライナ東部で続く紛争は、民間人の犠牲者を出したり、経済的損失を招いたりしています。また、ロシアがクリミアを併合するなど、国際法に反する行為を行っていることも問題視されています。ウクライナ戦争の長期化に伴い、ロシアが核兵器を使用する可能性があるとの見方があるのは、世界的な専門家の意見です。核兵器は、戦争のエスカレーションを招くことがあり、その使用は人類に深刻な被害を与えることが予想されます。そこで、国際社会はウクライナとロシアとの和平交渉の促進や停戦合意の達成に向けて努力しています。これまで、両国間での対話は行われていますが、停戦には至っていません。ロがベラルーシに戦術核配備、軍事より政治的脅し。3月25日、ロシア国営テレビのインタビューで、プーチン大統領は隣国のベラルーシに戦術核を配備すると述べた。これは、イギリスがウクライナに対して戦車とともに劣化ウラン弾を供与するとしたことへの対抗措置だという。しかし、劣化ウラン弾はロシアも配備しており、破壊力が強く、戦車や装甲車を貫通する威力を持つが、核兵器ではない。プーチンは単に口実に使っているだけである。ウクライナは NATO から兵器を供与されて反転攻勢に出ており、ロシア軍は苦戦している。プーチンは西側が戦車に加えて戦闘機まで供与し始めたことに危機感を抱き、核兵器の使用をほのめかすことによって牽制しているのである。実は1991年にソ連邦が崩壊した後、大きな問題となったのが核兵器の管理である。ソ連邦を構成していたベラルーシ、ウクライナ、カザフスタンには核兵器が配置されていた。この3カ国が独立して、そのまま核兵器を保有し続ければ、核兵器保有国が3カ国増えることになる。それはアメリカ、フランス、イギリス、中国、ロシア、
ソ連5カ国以外には核兵器の保有を認めない核拡散防止条約 NPT に違反することになる。 NPT は1963年に国連で採択され、1970年に発効している。ソ連邦から独立する際にこの3共和国が NPT に加盟し、核兵器を放棄する、具体的にはロシアに引き渡すこととしたのである。1994年12月5日にハンガリーの首都ブダペストで開かれた OSCE 欧州安全保障協力機構会議において、核放棄の見返りとしてロシア、アメリカ、イギリスはこの3カ国の安全を保障することを約束し署名したのである。これがブダペスト覚書である。ベラルーシが核兵器を保有するのではなく、ロシアの核兵器を置くだけなので NPT に違反しないとロシアは言う。そしてプーチンはアメリカも同盟国に核兵器を配備していることを指摘し、ロシアは同じことを実行するだけだと強調した。実際にベルギー、ドイツ、イタリア、オランダ、トルコの基地に航空機に搭載可能なアメリカの戦術核爆弾 B61 約150発が配備されている。これをニュークリアシェアリングという。ベラルーシは昨年2月に憲法を改正して自国に核兵器を配備できるようにした。またロシアはベラルーシ領土に核兵器搭載可能な爆撃機10機と短距離弾道ミサイルイスカンデルを配備済みで、4月3日から訓練を開始する。また戦術核兵器の保管施設を7月1日までに完成させるという。ロシアから隣国ウクライナを戦術核で攻撃するのは容易であり、ベラルーシへの戦術核の配備は軍事的にはあまり意味がない。これはあくまでも政治的な牽制球である。 NATO 情報によると、実際にロシアが核兵器使用の準備を進めている兆候はないという。プーチンによれば今回の配備決定はルカシェンコ大統領の要請によるものだというが、ベラルーシは参戦せずにこの程度の協力で済ませられれば幸いだと考えているのかもしれない。ウクライナ戦争は3月20日から22日の中ロ首脳会談でも停戦の糸口はつかめないままであり、長期化しそうである。その過程でロシアが戦術核を使用する可能性はまだ残っている。2020年6月2日に公表したロシア政府の核抑止に関するロシア連邦国家政策の基本原則によると、核兵器を使用する可能性として以下の4つのケースが記されている。1. ロシア連邦及びまたはその同盟国の領域を攻撃する弾道ミサイルの発射に関して信頼のおける情報を得たとき。 2. ロシア連邦及びまたはその同盟国の領域に対して敵が核兵器またはその他の大量破壊兵器を使用したとき。 3. 機能不全に陥ると核戦力の報復活動に障害をもたらす死活的に重要なロシア連邦の政府施設または軍事施設に対して敵が干渉を行ったとき。 4. 通常兵器を用いたロシア連邦への侵略によって国家の存立が危機に瀕したとき。例えば2014年にロシアが併合したクリミアをウクライナが奪還する攻撃を開始したら、それは4のケースとなる。ロシアの核戦略からすれば戦術核の使用は排除できないのである。戦争が長引けばそのリスクは増す。 NATO が武器供与を続ける限りゼレンスキー大統領は戦い続ける。ロシアもまた戦争をやめないであろう。西側の盟主アメリカはどのような戦争終結のシナリオを描いているのであろうか。停戦に向けたバイデン大統領のリーダーシップに期待するしかない。ザポリージャ原発周辺軍事活動が増加、 IAEA 事務局長が南部訪問で懸念。国際原子力機関 IAEA のラファエル・グロッシ事務局長は29日、ロシア軍が占拠するウクライナ南部のザポリージャ原子力発電所の訪問を終えた。グロッシ氏は同日の記者会見で、原発周辺の軍事活動が増えていると懸念を示し、両国が受け入れ可能な原発保護対策の策定を急ぐ考えを示した。ザポリージャ原発は、ウクライナの首都キエフから南に約200キロメートル離れた位置にあります。周辺地域では、
ロシアとの紛争による軍事衝突がたびたび発生しています。グロッシ氏はウクライナ南部を訪問した際にザポリージャ原発周辺で軍事活動が増加していることについて懸念を表明しました。彼は IAEA が原発の安全性を監視するために派遣した専門家たちが現地での状況に直面する可能性があることを示唆しました。ザポリージャ原発は1986年に発生したチェルノブイリ原発事故以降、原子力発電所の安全性に関する懸念が高まっていました。IAEA はザポリージャ原発を常に監視しており、原発周辺の安全保障には高い関心を持っています。グロッシ氏は会見で、原発は攻撃されるべきではないという基本原則に、双方が同意することが非常に重要だと強調した。原発の安全確保に向けた両国間の仲介については、原発の保護に焦点を当てている、と述べた。原発周辺を非武装化するため、IAEA が提唱した安全保護地帯の設置案を棚上げし、現実的な打開策に軌道修正する可能性を示唆した。安全保護地帯をめぐっては、ロ側が条件とする駐留継続にウクライナ側が反発するなど、実現のめどは立っていない。同原発周辺への攻撃が相次ぎ、原子力事故が懸念されている。